今月はこの大会が終わったら、すべてじゃないですけど、自分の時間も作りつつ、同期との時間を取りたいなと思ってます。仕事以外にも。今、かなたがね、代表みたいな感じで、4期の曲を作ってくれてるので、その曲を、聴けることを楽しみにしててほしいなって思います。すごい歌詞とかも共有してもらったんだけど、すごいね、フレーズが良くて、完成するのが楽しみです。あとはね、トアはね、4期と、あと、また後で、告知するんですけど、トアがちょっと、4期生と、他のほのめを誘って、ゲームしたりと、あと、ちょっと前からね、今、よさけんで夏祭りの会場とかも作ってるんですけど、ちょっとそれはもうトアは結構、最初スタートダッシュで、鳥居作ったりとか、滝と道作って、あとお店も、もう何のお店かは分かんないんだけど、とりあえずお店という形で、もう出し物も、作ったので、やり残したことがあって、マイクラで、最初に、デビューした時にマインクラと4期生でやった時に、4期生のお家作ろうみたいな話をしてたんだけど、そのお家を作ってなかったので、それをちょっとやりたいなって思ってて、そうなんで、ちょっと同じ配信とかが増えちゃうかもしれないんですけど、温かく見守ってくれたら嬉しいなと思っております。あとは、個々の意思を尊重したいと思います。この面みんな、ここのことが大好きだから、ここも同じで、フロメンのことが大好きだから、コメントはいつも通りだ。フロメンのことを、応援してくれたら、一番ここもこの面も嬉しいんじゃないかな。って思います。トラはこれぐらいかな。深いことは本人が言っていない以上、トラは何も言えないから。楽しく配信してほしいっていうのが個々の願いだと思うから、とは今みたいにやれるときに、ちゃんと気持ちが乗るときに配信して、元気よく楽しくとはのことを大事にしながら、みんなのことも考えながら配信をしていきたいなと思っております。とはが楽しく配信しているところを見てほしいですということで、切り替えて、スーパーチャットのお礼をしたいと思います。いつもありがとう。
ソルーナさん、まあ、ハッピーバースデー、トゥーユー。明日おめでとう。ふぅーとか言って、でも多分、7月1日になったら、また、これこそお気持ちだね。お気持ちを言っちゃうかもしれないな。でもいつまでも同期だし仲間だし一生友達だから、やっぱここが引っ張ってきたものはすごいでかいよ。やっぱトアの友達だもん。ここに憧れてる人っていっぱいいるから、尊敬できるドラゴンや。はい、ということで、おつやっぴー、おつやっぴー、またね。頑張ります。